吉田さん、まあ生ってまあ何でもいいもんですね。生ビールとかね、生ゴミとか生首とか、まあ良くないものも生にはありますけども、いやあのね、やっぱりリアルに近いってのがまさに動機を生むのかなと思うんですけどね。でもライブはね、やっぱりこう良かったですね。あの20時間ライブを録画で見るのと全然違うのとね。あと私も毎日ライブ放送してますけども、いやライブ放送はね、あの時間の共有っていう人間の欲求が果たせるわけなんですよ。で、あのすごく仲が良くなるっていうか、信頼関係が高まるっていうか、コメントをこう書くと読めるわけじゃないですか。私ぐらいのその参加人数だったら、でコメントを読みながらこうやり取りできますんで、その延長線上にね、自分の疑問にしっかりと答えてくれるその生のありがたさってのあるわけなんですよ。もちろんリモートといえばリモートなんで、本当の生とは違います。対面で話してるわけじゃないんでね。まあでもこういったことがね、コストゼロでできるすごい時代だなと思いますよね。だからこれを使わずしてどうするんだってことなんですよ。で、多くの会社の勤めの方はその会社で、ね、憎しみ合ってるわけなんですよ。生よりももっとリアルな、まさに現実としてね、関わり合ってるにもかかわらず、上司は部下を憎しみ、部下は上司を憎しみみたいな感じで、なんかね、憎しみ合って足を引っ張り合っていて、お互いの成功を喜べなくしてる。もしくは上司や先輩ってのは、こんなにしてやってるのに最近の若いやつはとかになるわけですよね。だからこんなにしてやってるの、こんなにが足りてると思ってるんですけども、受け取る方としては足りてないし、まあ投げるボールが間違っているとも言えるしっていうことでしょうね。なんでしょうね、まあ、腹を割ってって言葉がありますけども、まあ生で関わっていくっていうかね、よりリアルにやっていくっていうか、これは多分あの私たちが人間たるゆえんなんでしょうね、きっと。なんか伝言置き手紙よりも感じるものがあるみたいな、まあ、ちょっとうまく説明できないですけども、まあ生はいいもんだと思いますよ、正味ね。ただまあそれが言いたくてお話しさせてもらいました。じゃあ夕食に行きましょうか。いってらっしゃい。